皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。どうも。今回は比較名合成パート3でございます。比較名合成って何かっていう方はですね、こちらの動画、ぜひ見てください。パート1が、基礎知識とカメラの設定ですね。それから2つ目が実際に撮影するところと比較名合成の合成方法をご紹介しています。パート3の今日はですね、皆さんにぜひトライしていただきたいタイムラプス動画の作り方になりますね。よくこういう星が線になっていく、こういうやつ星がピーって線になっていく動画あるじゃないですか。この間そのベランダで撮った素材を使って、撮影素材を使ってその動画作れちゃいますので、今日はそれを紹介していきたいと思います。イエーイ。ういーす。じゃあ早速、やっていきましょうか。もう皆さん撮影素材はある前提で、進めていきますので、ここからパソコンの画面に移ります。でですね、そうだそうだ、一つ言わなきゃいけないことがあった。今まで私、過去の動画もそうなんですけど、なるべく、パソコンが Windows と Mac の環境の方いらっしゃるじゃないですか。でなるべく共通のソフトで紹介しようという努力をですね、かけながらやっていたんですね。で以前にこう飛行機のこう航跡を消すっていう、タイムラプスで飛行機の航跡を消すっていう方法を紹介する動画をこうやってアップしたんですよ。でこの時はダビンチリゾルブっていうね、無料の動画編集ソフトウェアを紹介してたんですね。その理由は、後々作品作りをした時に、何かしらのそのプレミアなりファイナルカットなりダヴィンチリゾルブなり使って作品を作るっていう工程が必要になってくるので、もう今の段階でちょっとずつ慣れていった方がいいですよって意味も含めてそれを紹介したんですけど、いきなりね、初心者の方、写真から入ってきてる方にダヴィンチリゾルブを勧めるのはなんかとっつきにくいという意見をいただきましたので、今日はもっと構成がシンプルな、本当にタイムラプスを作るため、ワンシーンのタイムラプス動画を作るためだけのフリーソフトを使って、進めたいと思います。で、Windows はシリウスコンプっていうソフトを使います。このシリウスコンプにも実は比較名合成の機能がついてるんですけどね、さらにそれにタイムラプスにするっていう機能もついています。じゃあお見せしますね。今日使うソフトはこのフリーソフトのシリウスコンプっていうことソフトですね。ありがたいことに日本語表記でございます。概要欄にリンク先を貼っておきますので、そこからダウンロードしてください。今日はね、これをダウンロードするところから行こうと思います。いろいろこう書いてありますが、これはね、比較名合成とそれからタイムラプス動画、通常のタイムラプス動画、それから今日のスタートレイルを描くタイムラプス動画、両方が描けるソフトになっています。でですね、こういう使い方動画、これシリウスコンプさんの YouTube チャンネルがあるんだね。ここ見ればいいじゃんじゃんでもそうは言わずに、やっていきたいと思いますんでね。はい、じゃあこのシリウスコンプのダウンロード、ここから、ダウンロードします。じゃあクリックして、お、悪質なダウンロード検出されました。そんなことないので続けますよ。でこれなんかセキュリティソフトの関係でね、ダウンロードできない場合ってあるんですけど、右クリックしてシークレットウィンドウで開くってやつを開くとダウンロードできます。セキュリティソフトがこうね、更新されるという強化されるに従って、こういうことが起こるんですけど、今のやり方で多分いけるんだと思います。私がいけてるんで。はい、で、ダウンロードの ZIP を開いたらこのセットアップエグゼっていうのがありますので、これをダブルクリックします。
あ、セキュリティの警告出たよ。ほら、こうやってね、来るんだ。これはインストールでいいです。はい、というわけで無事インストールされました。これがシリウスコンプになります。はい、いろいろ消しまして。じゃあここからやっと作業に入れるわけですね。はい、ではシリウスコンプを起動いたしましたので、やってみましょうか、実際。この画面見ていただくと分かりますけど、基本設定、動画作成、静止画オプションで、まずこのタブが3つありますね。それぞれの役割が。はい、切り替わります。はい、で、読み込めるファイルがこの JPEG、TIFF、それから RAW もね、一部、これ、あ、表示が出ますね。他のソフトを使って、まあ、RAW 画像が読み込めるようになるってことですね。まあ、通常は JPEG とか TIFF でいいと思います。で、ダークフレームっていうのは、カメラにキャップをしてですね、真っ暗な画像を撮るとノイズだけが発生するデータが取れるので、それを引くっていうことが、まあ、このダークフレームのことなんで、使い方がここに書いてますんで、まあ、この通りやっていけばいいことにはなるんですけども、まあ、保存先ファイル名っていうのはこの、保存する場所をどこにしますかってことですね。とりあえず今デスクトップにしときます。はい。で、画像ファイルを指定して、比較名合成が回るようなところですね。でそれでこの間ベランダから撮った画像を取り込みましょうか。はい、 JPEG、 はい、これがこの辺撮ったやつですね。はい、 JPEG 画像を読み込みます。はい、そうすると今もうね、これでね、合成してくれてます。でこっちの右下のところにね、だんだん線になっていく様子が表示されてて、こっちが元画像って感じですね。あ、そうですね。で、これは今はただ単に比較名合成をやっている状況ですので、この基本設定のところからできるのは比較名合成ですね。星を軌跡にするっていう作業ができます。で、まあこれで処理が終わるまで待つということですね。はい、終わったみたいです。処理時間は143秒かかったっていうことで、2分半ぐらいかかったってことですね。撮影したデータを保存しました。あ、このデスクトップにありますね。今できたデータがこちらです。というわけで、まあ前回のスタースタックス使わなくても Windows の人はこれで比較名合成同様にできますよっていうことがまず一つですね。で、本題です。ここからが本題です。タイムラプスに行きます。この動画作成っていうところに行きます。でですね、動画をついでに作成するっていうところがありますから、これをチェック入れます。はい。で、1秒に何コマ使いますかってタイムラプスですね。でこれですね、私の推奨は、まあ、動画の基本ですけどね、24フレーム以上ですね。はい、24フレームより下になるとカクカクします。でこれはですね、ちょっと深い話になってくるんですけど、タイムラプスの動画で1本作品を作るときにベースフレームっていうやつがあって、そのベースフレームに合わせた、フレームレート、この秒間何コマっていうのを指定しなきゃいけないんですけども、まあ、大体通常だとそのベースフレーム30フレームとかで作ると思うんですよね。だからここは、まあ、私の著書 あのタイムラプスの教科書にも書いてますけど、まあ、ベーシックなのは多分30フレームなので30フレームで しておきます。まあこのぐらいから滑らかになりますよと。で動画作成モード標準と比較名になります。で標準になると1000にはなりません。ただ星がこう動いてる感じですね。で比較名合成すると1000になっていくということです。まあ今はちょっと普通の動画でいきましょうか。で、動画縦サイズっていうのがあります。でこれはですね、1080がフル HD、 フルハイビジョンですかになります。で 4K ってあるじゃないですか、俗に言う 4K 画質、それは、2160になります。でまあ 4K じゃなく今はフルハイビジョンでやりますか。でこの720だと DVD 画質ってやつですね。だから結構今
モニターがみんな良くなってるので、モニターなりテレビなり。だから画質良くないので、まあ最低でも1080以上にしましょうね。まあ、でその間も選べるようにご丁寧になってますけど、1080か2160かっていう二択でいいんじゃないかなと思いますね。で、あれまだつかないな。あ、なんかやってないんだね。あ、保存先ファイル名を指定してないからか。動画作成に行けばいいから。あ、そうですね。ちょっと今私この保存先ファイル名を指定してなかったので、今ここが選択できなかったんですけど、今指定したのでできるようになりました。じゃあこれで、動画作成オプションからこの画像ファイルを指定して比較名合成に入ります。指定するのはどういった、さっきのファイル、はいはい、 XS10、 はい、で全部選択します。はい、でこれで比較名合成を動画をついでに作成するなので、比較名合成の画像とそれから動画を2つ出力してることになりますね。はい、じゃあこれまた待ちます。うん、コーヒー入れてこようかな。ちょっとコーヒー入れてきますよ。終わったかな。よいしょ。処理完了。あ、終わったかな。これすごいですよね。でもね、こちらが今、まあ同じですけども JPEG の画像で、こっちが、動画です。はい、はい、これタイムラプス。あ、なんか隠したぞ。あ、パソコンの問題でしたね。はい、まあ、これが、今作ったやつで、3秒の動画になってますね。秒間30枚にしたので、105枚取り込んでますから、30秒で1枚ってことは3秒の動画になるってことですね。100÷30 か、だいたい100÷30 で、まあ、3秒ちょっとの動画になるってことですね。はい、で次に比較名合成やってみましょうか。同じく基本設定から保存先ファイル名を指定します。で動画作成で30コマ、動画作成モードを比較名にして、動画サイズは1080フルハイビジョンですね。で回転はなしで、でこれで比較名合成します。写真はどこにするんで、あ、写真を選んでなかった。素材を選ぶと、合成する素材を選ぶと。ピーッと。はい。このように撮影した105枚を選択しました。そうするともう始まります。はい、で、また、動画に仕上がるのを待つという感じで、結構簡単でしょ。うん、ちょっとね、うちの奥さんがお菓子を買ってきてくれたので、うん、私パソコン2台だったりモニター3つだったりするのは、やっぱりこういう作業させてる間に他のことやってるからなんですよ。やっぱね、ま、最初はやっぱりもちろんパソコン1台でやってたんですけど、上達すればするほど待ち時間がこう長くなってくる。で動画を始めると余計それがあるんですよね。動画待ち時間が長い、レンダリングっていう作業があるので、なのでこれやってる間他のことをやって、まあメール返信したりとかね。うん、はい、できました。でさっきの保存先指定したのはここですね。はい、ここに比較名合成した写真、またこれも同じですけど、俺とそれから今度は背になってくるタイムラプスだ。ほーら、あ、ちょっと今読み込みがピクってなったのパソコンの背ですね。あー、綺麗に背になるでしょ。すごく便利なソフトウェアですよね。これがフリーでできるっていうことで、星空通じさん、ありがとうございます。はい、でこの動画作成モードの残像レベルってあるじゃないですか。これを下げていくと、あのお尻がすぼまったような、タイムラプスができます。まあ、例えばこれ50にします。前回のそのスタースタックスで説明したコメットモードってやつですね。だから今、この残像レベル50にして、します。でこの動画の回転とか説明しませんでしたね。これ、まあ、今は回転なしなんですが、あの縦構図で間違って撮っちゃったっていう時はこれをチェックすると、この縦構図の画像を横構図にしてくれるっていう、なんて優しいソフトなんでしょうね。
はい、比較名合成またやってみましょう。あ、間違った。で、写真を指定しましょう。これね、コントロール A で全部指定できますからね。はい、でこれでまた待ちます。はい、あ、そうだ、星ナビ3月号落としたんだ。ちょっと星ナビ見てみましょうかね。それね、そう、今回ね、3月号にね、私のお友達の成形写真家、北山照康さんが α7S3 のね、記事を書いてますので、興味のある方はぜひそちら見てみてくださいね。北山くん頑張ってんな。終わったみたいですね。ちょっと星ナビは置いといて。はい、じゃあ、動画見てみましょう。これだな、コンプ2ですね。さっきと違ってそのコメットモードに、あー、ちょっと短すぎたー。50だと短すぎるみたいですね。80とか、残像レベルは80とか70ぐらいでいいのかな。はい、合成開始です。ちょっと合成終わるも待ちましょう。合成が終わりました。今できたのがこれかな。アウトプットの方写真見てみましょうか。こっちはそんなに残像レベル的には分かんないですね。こっち、はい、こういう感じですね。ちょっとパソコンピクピクしたのでもう一回やりますね。ちょっと後ろがすぼまってますね。ああ、こんぐらいがちょうどいいのかな。うん、まあ、こういう感じで、残像レベルっていうのを、まあ、こう下げていくと、こういうふうに後ろがすぼまったようなものになるということで、これでタイムラプス動画ができました。こう線にしていくやつね。うん、なので、まあ、Windows の方はこのシリウスコンプを使ってください。はい、以上になります。ありがとうございます。まあ、まとめるとですね、前回の動画、比較名合成のナンバー2ですか、パート2で紹介したスタースタックスでもちろんできるんですけど、今回紹介したシリウスコンプっていうですね、ソフトを使えば、まあ、言葉は日本語だし、比較名合成の写真もできるし、しかもそれも動画にもしてくれるっていうね、非常に便利ですよっていうことで、Windows ユーザーはこんな感じで比較名合成のタイムラプスは割と手軽に、はい、楽しめます。あのダウンロードする時のね、なんですか、セキュリティの警告、あれだけ、まあ、動画で紹介した通りに外せればいいんですけど、もしね、別の条件で出ちゃったりした場合はちょっとね、ネットで検索してなんとか調べてみてください。うん、はい、というわけで、この次の動画はですね、 Mac 編になりますが、Mac 編がね、いろいろ大変だったんだわ。まあ、それは次の動画でお話しします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。